皆様こんにちは、めぐみです。切り子役を演じさせていただきました。台本見ただけではもう意味がわからなくって、うん、草を食べるっていうどういうことなんだろうと思ったら、うん、まあ、実際本当に草をまかまいていただきまして、それでまあ、あの草を食べて、うん、まあ後にも先にも草を食べることはもう一生ないだろうなと思いながら。そうですね、割と人殴ったりとか殺したりする役が多いので、こういうのはすごい、あの私にとっては新境地ですね。誰も叩くこともなく終わってよかったなと思っております。はい、今回はちょっとこう気を許すとキッみたいな感じのなんかお芝居の方向に行きそうだったので、まあ、植物もいっぱいありますし、監督も柔らかい方なので、なんかもうちょっと そうじゃない自分もそうじゃない自分もっていうのを常に意識しながらやりました。すごいなって思いました。いつもそのキーンっていう時にいつも言うんですよ。だからね、初めて優しいお母さんとして一緒なのでね。